皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラを変えるなのアスカカマイフです。今日は手を横に出す方法について説明します。先日視聴者の方から、手を横に出す時にはどのようにされていますかといったような内容のコメントをいただきました。今日は詳しく解説していきます。まず前提として、私たちの腹腕はハンドモーションを作る時には肩を後ろ回転した状態で、肩の力を抜いてリラックスして手を作っていきます。これを踏まえた上で説明していきます。まず肩を後ろ回転して肩の力を抜きます。でその状態で手を横から上げていきますね。この時に力こぶは天井を向いています。この状態で前腕部分だけ回転します。このような状態です。では横向きでも説明していきます。肩を後ろ回転して肩の力が抜けた状態です。手を横に上げていきますね。力こぶが上を向いています。でそこで前腕部分だけ回転をします。このような状態です。で手の高さはだいたい水落ち程度になります。私たちの腹腕は手を真横に出すというのは稀になります。腕を出してあげるなら横から前のバンプ、あと運ぶのハンドモーション、あと匂いなどのこの添えになる手、この時に真横に出します。その他は大体は45度で作っています。ですのでアロハの手で始める時も45度で構いますし、バンプも45度です。もしかしたら払うによっては真横から始められる払うもあるかもしれませんね。もしよかったらコメント欄にご自分の払うの動かし方など書いて教えてください。今日は手を横に上げる方法について説明しました。ポイントは肩を後ろ回転してリラックスした状態で手を溝落ちぐらいの高さまで上げるです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。